こんにちは。煙研究室第3弾、眠くなっちゃったに出演いたします水野美紀です。私は第1弾のベイジルタウンの女神に出演させていただいて、今回2回目の参戦になるんですけれども、そうそうたるメンバーの方々とご一緒できることにまずとっても、緊張するんですが、とっても楽しみで嬉しいです。はい。私これまで割とケラさんに呼んでいただく中ではナンセンスコメディ寄りのものが多かったんですけれども、今回は近未来っていう設定もとっても新鮮で初めてですし、かなり、シリアスなタッチのものになるという噂を聞いたので、またなんか新しいチャレンジになるのかなと思っております。第1弾を出演させていただいて、第2弾を劇場で拝見して、で第3弾なんですけど、1作品ごとに全くカラーの違う作品なんですよね。ベイジルタウンは割とこうちょっとおとぎ話のような温かいお話だったんですけど、第2弾の「砂の女」はまたとってもシリアスなものでしたし、第3弾は今度舞台が近未来になるということで、また過去の2作とは全くカラーの違うものに、ビジュアル、宣伝ビジュアルの感じからも全然3作とも違うので、なんかすごく楽しみです。予測がつかない、蓋を開けてみないとどんな作品かわからないっていう。ケラさんと小川さんが毎回毛色の違う作品で新しいチャレンジを積み重ねていらっしゃる場というイメージがありますので、私もなんかこう新たな自分の引き出しを見せられたらなと思います。やっぱりケラさんと小川さんと二人三脚で作ってらっしゃる感じがすごく強くって、例えばこういうスチール撮影の現場でもビジュアルの衣装だったりヘアメイクだったりっていう、そのビジュアルのところを担当しているのが小川さんであったりとか、本当にがっつりケラさんと組んで一緒にプロデューサーとして2人で作ってらっしゃる。だから煙の作品はお二人の子供なんだなと思っています。はい、山内さんとは何度もご一緒させていただいてますし、木野さんとか犬山さん、野間口さん、天球さん、平田敦子さん、お世話になっている方がたくさんいらっしゃいます。今回はまた小野寺さんも入ってらっしゃるので、まだ想像の域なんですけれども、みんなでまた一緒にこうセットを動かして転換の何か動きがあったりとか、ちょっとしたこう振りみたいなのがあったりとか、そういうものが入るのかなっていうところが楽しみなのと、ケラさんの作品はいつもそうなんですけど、毎回プリントアウトして渡される戯曲、その日できたてほやほやの瓦版のように渡される戯曲を稽古場に行ってまず読むのが毎日楽しみです。煙研究室第3弾「眠くなっちゃった」まだ何も概要は見えていませんが、とにかくとんでもない作品になりそうだという気がしています。ぜひ劇場にいらしてください。